はい、こんにちは。メイパスの菅沢です。今回なんですけど、明治大学商学部をね、解説できたらなと思ってます。実際に今ね、メイパスっていうね、明治大学専門のオンライン家庭教師サービスを運営してるんですけど、やっぱり明治大学商学部に入りたいですっていう受験生が多いんですよね。今この動画を見てる明治大学商学部考えてる方もですね、この動画を見ていただいて、なんとなく明治大学商学部ってこういう学部なんだなっていうイメージをしてもらえると嬉しいなと思います。この動画を最後まで見ていただければ、明治大学商学部がわかりますので、最後までご覧ください。どうぞ。それではね、早速明治大学商学部お話しできたらなと思うんですけど、実際にじゃあ特徴をね、4つの軸でお話しできたらなと思ってます。まず1つ目からご紹介させていただくと、明治大学商学部って私立大学最初の商学部なんですよね。国立大学で最初の商学部っていうと、一橋大学という国立の大学なんですけど、私立大学で一番最初にできた商学部っていうのはですね、明治大学商学部なんですよね。まあ、日本の私立大学初の商学部の商と書いて、まあ、科目の科ですよね、商科として誕生して、明治の商科なんて言われて、もうね、1世紀近く存在する学部でありますよね。明治大学は法学部が最初にできてはいるんですけど、その次に明治大学商学部ができてまして、歴史もありますし、かなり就職の際にですね、企業の方も明治大学商学部評価する方がかなりいますので、そういうキャリアであるとか考えてる方も明治大学商学部いいんじゃないかなと思います。その次にね、ご紹介させていただくのが、2006年から実施された新カリキュラムです。2006年から実施された新カリキュラムと言われて、すごい抽象的すぎるので何が言いたいかわからないと思うんですけど、最近明治大学商学部は新しくなったんですよね。どのように新しくなったかというと、2つあるんですけど、1つがですね、フューチャースキル講座っていうところと、2つ目なんですけど、ダブルコアというシステムがあって、フューチャースキル講座はシステムというよりかも授業なんですけど、名前がですね、正式名称は経営総合講義なんて言うんですけど、実際にどのような授業かっていうと、実際に企業の人がやってきて、企業の人がこれこれこういう課題が企業にあるから、これを学生さん解消してくれませんか、解決してくれませんかっていう提案をしてくるんですね。でそれを実際に学生側がチームになって考えてプレゼンをして、企業のことがそれいいねみたいな、そういうことをする、授業なんですけど、なかなか学生って社会人の方と関わる機会がないと思うんですけど、そうやって大企業の方、しかも大人の方、そう関わる機会がありますので、ぜひとも商学部、これ経営学部も受けれるんですけど、商学部に入ったらですね、ぜひとも経営総合講義、フューチャースキル講座取ってもらえるといいかなと思います。かなり新鮮で、かなり己を成長させられる機会かなと思います。でまたですね、ダブルコアという制度があるんですけど、このダブルコアと言われるものはですね、ゼミに2個入れるよってことです。ゼミに2個ですね。ゼミって皆さんご存知ですかね。ゼミっていうのはですね、少人数で、すごい専門的な学びをすることなんですけれども、そこのゼミに本当はですね、本来は法学部とか政治経済学部もゼミとかあるんですけど、ゼミって基本的に1個なんですよね。1個なんですけど、商学部はですね、ゼミに2個入れるんですよ。ということで、本当に勉強したい方、自分の専門分野を研究したい方はですね、ゼミに2個入れるということで、明治大学側がそうやって頑張る学生を支援してくれるというところで、ぜひともね、本当に商学部でマーケティングであるとか経営をね、学びたい方はですね、商学部を利用してほしいかなと思います。そんな感じです。その次にね、明治大学商学部の特徴をね、3つ目ご紹介できたらいいかなと思うんですけど、4年間の合計単位数が134単位あります。単位と聞いて、高校生、特に受験生は単位という言葉とは馴染みないかなと思うんですけど、単位っていうのは授業を受けて認可がもらえれば単位がもらえるんですよ。その単位、合計単位数が明治大学商学部はですね、134単位取れれば卒業ができるというところなんですけど、実はこの134単位という数字なんですけど、明治大学の中で一番多い数字なんですよね。ちょっといろいろ見てみると、政治経済学部は124単位取れれば卒業できます。明治大学情報コミュニケーション学部も124単位取れれば卒業ができます。明治大学法学部、これ地獄の法と言われてるね、法学部ですけど、128単位取れれば卒業できるんですけど、明治大学の商学部と明治大学の経営学部はですね、134単位取らないと卒業ができないんですよね。政治経済学部と情報コミュニケーション学部に10単位も差をつけて卒業したいといけないわけなんですよね。明治大学商学部は4学年合計でね、大体4000人近くいますので、4000人近くがね、134単位を取らざるを得ないというか、かなりヒーヒーハーハー言いながら勉強しているところをちょっとイメージするとかなりね、同情するなと思いますけれども。
明治大学商学部の特徴で4つ目なんですけど、1年の最初からゼミ選びができるというところですね。明治大学商学部なんですけど、他の学部、例えば法学部とか政治経済学部と違ってですね、1年生からゼミ選びをします。基本的に法学部、政治経済学部は2年生からゼミ選びをすることになるんですけど、実は商学部は1年生の後半、もっと秋頃からゼミ選びをしないといけないというわけなんですね。ゼミっていうのはですね、専門演習です。つまり分野に特化して、例えば研究する、例えばですけど経営戦略について勉強したりとか、あとはまあ例えばですけどマーケティングの、まあ、あるフレームワークに沿って勉強するとか、いろいろな専門分野に特化して少人数で勉強するので、教授とも仲良くなれるし、少人数なのでお友達がかなりできやすいですしっていうところがあるんですけど、まあ、さっき言った通りそのダブルコアというところで2つゼミに入れるんですけど、まあ、そこの2つゼミに入れるというところに加えて、実はゼミ選びが1年から始まるんです。ね、なんか高校受験終わったら、ね、遊べると思ったら意外と早く何かゼミ取るものがやってくるというところで、ね、かなり大変かなと思います。明治大学商学部4つの軸でご紹介させていただきました。まあ、1つ目なんですけど、まあ、私立大学最初の商学部というところですよね。まあ、の経営戦略であるとかマーケティングであるとかフレームワークを学ぶ学部ですけれども、かなり伝統のね、かなり歴史があるというところで、私立大学初の商学部ですからね、ぜひとも入っていただいてね、頑張ってほしいなと思いますし、まあ、2006年になってから新カリキュラムという形でね、社会人の方と関われるようなね、フューチャースキル講座であるとか、ダブルコアというね、専門演習を2つ受けれるというところであるとか、またね、ゼミ選びが1年の後半からできるというところであるとか、4年間の合計単位数が134単位というところもあって、早稲田大学の商学部とか、まあ、他の商学部とかって結構チャラ賞チャラ賞なんて言われるんですけど、なんか意外と厳しいので、なんか本当のチャラいところは商学部じゃないんじゃないかみたいなことをね、よく言いますけど、まあ、そんな感じですよね。明治大学商学部あまり落胆もないなんて聞きますので、まあ、ぜひともね、明治大学商学部に入って勉強頑張ってほしいなと思う、そんな感じですね。今回はこんな感じでご臨時したいと思います。ありがとうございました。